リドルジョーカー。私はいいけどね。補習サボって留年するのはサトル君のわけだし。妹のクラスメートの兄か。一緒の教室で勉強するのも結構楽しそうだね。でもこの調子だと来年も留年しちゃうかも。そしたら妹を先輩って呼ぶことになっちゃうね。もし私が先輩になったら、サトル君に勉強を教えてあげるね。どうする？私のこと先輩って呼ぶ？おはよう。補習、行く気になった？毎日妹に起こされる兄に威厳も何も。という正直な気持ちは、妹は優しいので密かに心にしまっておいてあげる。